はいどうも皆さんこんにちは、陽一郎と申します。今回はデッドバイデイライトとコラボしているソーのアドオンやマップなどが原作でどのように登場していたのか、元ネタの解説を行っていこうと思います。極力グロテスクな描写はお見せしないように進めますが、ソーというシリーズ全体の深刻なネタバレを含んでおりますので、もしも今後作品をご覧になるという予定のある方はご注意ください。ではまず殺人鬼ピッグについてお話をしていきましょう。豚のマスクをかぶっている殺人鬼ピッグですが、中身はアマンダ・ヤングという名前の女性になります。アマンダはソー1にてジグソーの死のゲームに参加させられた被験者の一人で、数少ないゲームからの生還者になります。アマンダはもともと薬物中毒だったことから、命を粗末に扱う者としてジグソーに目をつけられ、ゲームの被験者として頭に逆トラバサミを装着されてしまいます。そこでアマンダに用意されたゲームは、制限時間以内に近くに倒れている死体の胃袋から鍵を取り出し、自分の頭の装置を外すことでした。急いで死体の近くにあった刃物を拾い、無我夢中で倒れた人間の体に刃物を何度も突き刺し、大量の血液と臓物の中から鍵を見つけ出すと、間一髪のところで装置を外すことに成功したのでした。その後、死のゲームを仕組んだ張本人であるジョン・クレイマーという男性から直接接触を受けたアマンダは、生きていることを当たり前だと考えている人々は死を身近に感じることで生のありがたみを実感するはずだというジョンの考えを聞き、自分自身も死のゲームをクリアしたことで麻薬中毒から脱却できたことから、その考えに強く共感、自らもジグソーとしてゲームを行う側に回ることを決意しました。当初はジョンのアシスタントとして豚のマスクをして人を誘拐したり、ゲームの仕掛けを手伝ったりしていましたが、ジョンの病気が悪化し動けない状態となった後は正式な後継者としてゲームを仕掛けていきました。しかしアマンダが仕掛けるゲームは実際にはジョンの意思とはかけ離れたものでした。それはアマンダの用意するゲームにはクリアという概念がないことですね。つまり痛みに耐え、体の一部を犠牲にしたとしても絶対に助からないような細工がされており、装置につながれた時点で死が確定しているただの処刑になってしまっていたんですね。これは人は死に直面して初めて生まれ変われるというジョンに対し、アマンダは人は結局変わらないという考えを持っていたため、生かすだけ無駄なら殺してしまおうとジョンの意思を裏切って細工をしていたわけですね。ジョンは死のゲームこそ仕掛けますが、直接的に相手にとどめを刺す、いわゆる殺人行為をとても嫌悪しており、そんなアマンダの行為に強くショックを受けていました。そこでソー3ではアマンダが逆ドッキリのような形でゲームに参加することとなり、ゲームに失敗、死亡することとなってしまいました。お次はピッグの能力の一つでもある逆トラバサミについてお話をしていきましょう。ソーを代表する殺人マシンの逆トラバサミですが、意外なことにこれで死亡した人間っていうのは作中においてたった一人しかいません。ジョンの元妻であるジル・タックという女性です。ジルは当初ジョンが殺人ゲームを繰り広げていることを知りながら見て見ぬふりをしていましたが、ジョンの死後意思を継いだホフマン刑事の暴走を止めるため彼を拘束し、頭に改良型の逆トラバサミを装着、ホフマン刑事を殺そうとしました。しかしホフマン刑事はジョンの生前からゲームの仕掛けを手伝っていたため、逆トラバサミの性質や構造に詳しく、逆トラバサミが発動するその瞬間に上下に開く部分を金属製のドアの隙間に差し込むことで一定以上開かないように装置を固定し、無事逆トラバサミから生きて逃れることに成功しました。ただ生き残ったとは言っても決して無傷で生還したわけではありません。ホフマン刑事の頬はまるで口裂け女のように裂けており、かなりの重傷です。当然自分を裏切り殺そうとしたジルを許せるはずもなく、ホフマン刑事は逆にジルを拘束すると、アマンダに仕掛けられていたあの因縁の逆トラバサミをジルに装着、手を縛られているジルは当然外すことができず、上顎と下顎が裂け即死してしまいます。なので逆トラバサミで死んだのはこの一件だけになりますね。ではなぜ一人しか死んでいないのにデッドバイデイライトに逆トラバサミが登場したのかというと、まあそれだけソー1で強く印象に残る装置だったということと、殺人鬼であるピッグというか、アマンダに深く関係していたアイテムだったということですね。ちなみにデッドバイデイライトでは
頭の上からまるで帽子をかぶせるように簡単に逆トラバサミを装着していますが、実際にはセッティングに工具などを使う必要があるので、かぶるだけで使えるような代物ではありません。まあこれはゲームですからね、一回トラバサミに仕掛けるのに5分かかりますって言われたら誰もピック使わないですからね。さて次はピックの武器、仕込み刃についてです。ピックの武器であるこの仕込み刃ですが、これはもともとアマンダが使っていた武器というわけではなく、初代ジグソーであったジョンが袖に仕込んでいた武器になります。タップ刑事がジグソーの隠れ家を突き止め潜入した際、ジグソーに銃を向けますが、油断した一瞬の隙を突かれ、袖に隠していた刃物でタップ刑事の首は切り裂かれ、ジョンは逃げ延びることに成功しています。なのでアマンダはこの時ジョンが使っていた装備を使っているということですね。ただジョンの装備は使っていても、ジョンの意思を継いでいない象徴でもあるのがこの仕込み刃です。なぜなら本来豚のマスクをかぶった状態というのは顔を隠して相手を襲い、眠らせた後でゲームの舞台に運ぶための姿なので、仕込み刃は必要ではないはずなんですよね。対象を殺してしまえばそもそもゲームの被験者にすることはできませんからね。ジョンの場合はとても計算高い人間だったので、タップ刑事たちが隠れ家に来ることも計算のうちだったと考えられます。なのでこの隠し刃も相手を殺すためのものではなく、逃げるための時間稼ぎ用だったと考えられます。実際に切り裂かれたタップ刑事は重傷ではありつつも死んでいませんでしたしね。ただデッドバイデイライトのアマンダは明らかに人を殺すために使っていますよね。ジョンは直接的な人殺しをとても嫌悪していたので、アマンダがすでにジョンではなくエンティティに使える存在であるということを示すのがこの武器であると言えます。お次は生存者として追加されているタップ刑事についてお話をしていきましょう。タップ刑事はソー1で登場したキャラクターで、ジグソーの仕掛ける数々の殺人事件の犯人を追うために相棒のシン刑事と一緒に行動をしていました。しかしジグソーを追い詰める際に相棒のシンがジグソーの罠にかかり死亡、大切な相棒が目の前で死んでしまったことで精神が徐々に不安定になっていきます。その後警察を辞めるも、ジグソーへの復讐心からとある人物を犯人だと決めつけて家を徹底的に監視するなど異常な行動が見られるようになっていきます。しかしその行動が仇となり、犯人とおぼしき人物と揉み合いの際に銃で撃たれ死亡してしまいました。ここからは個人的な感想なんですけど、僕はタップ刑事よりもホフマン刑事が生存者として来てほしかったかなと感じてますね。アマンダと同じくジグソーの意思を継いだ者同士で、それぞれが生存者側と殺人鬼側に分かれて参加するって発想として面白いですし、2人は敵対関係でもあったので、ソー1にしか登場せずあっさり退場してしまうタップ刑事ってちょっと役不足かなと感じてしまいますね。まあホフマン刑事が出ちゃうとシリーズ全体のネタバレになってしまうので、まあ、それができなかったっていうことかもしれませんけどね。さてお次はジグソーボックスとビリー人形についてです。デッドバイデイライト内に登場しているジグソーボックスですが、この装置のモデルになっているのはソー5の終盤で登場した装置であると思われます。この装置は側面に腕を入れるための穴が開いており、穴の先には回転のこぎりが設置されています。作中ではこの装置に腕を入れ手を切り裂き、15分以内に自分たちの血液を計5リットル装置の中に流すことで脱出することができるという恐ろしい構造になっていました。デッドバイデイライトのジグソーボックスの中がどうなっているかは分かりませんが、もしもこれと似たような構造だったらゾッとしますよね。またジグソーボックスの上に乗っている人形についてですが、これはジョンが本来生まれる予定であった自分の息子のために作っていたビリーという名前の人形です。残念ながらジョンの息子は事故で生まれる前に亡くなってしまい、人形を見せることができなくなってしまったことから、死のゲームのルールを伝える役としてこのビリー人形が抜擢されたわけですね。さてここからはアドオンの解説になります。まずはレア度の低いコモンのアドオンから順に解説をしていきましょう。割られた注射器。注射器はシリーズ全編に登場していて、一体どの注射器が今回アドオンとして登場したのか判断が難しいところですが、アドオンの説明には過去の自分を回想することで決意を固くするとあるので、おそらくアマンダが薬物を使用していた際の注射器であると思われます。一度ジグソーのゲームで生存したアマンダは命の大切さを学んだことで薬物との決別を決意、
その際に決意の表れとして割られた注射器がアドオンとして登場したものと思われます。ジョンのカルテ。作中ではソー3にて明確に登場したジョン・クレイマーのカルテになります。ジョンには脳腫瘍があり、本来であれば早期発見することができたはずなのですが、とある人物がカルテを取り違えてしまったために発見が遅れ、気づいた時にはもう治療不可能の末期癌と診断されることになってしまいました。当時カルテを取り違えてしまった人物とジョンの主治医はどちらもこれが原因で後に死のゲームに参加させられる被験者となってしまいます。カミソリワイヤー。ソー1でジグソーのゲームに参加させられた被害者の一人ポールが閉じ込められていた地下室に設置されていたワイヤーです。ワイヤーには小さなカミソリが大量についていて、被害者の男性はそのカミソリで体中を切り刻みながら出口を目指さなければなりませんでした。地下室唯一の出入り口にはタイマーがついており、時間内に脱出できなければ出入り口が封鎖、生きて出ることができなくなるため必死に脱出を目指したものの、無残にもゲームは失敗し男性は死亡してしまいました。ビデオテープ。ソーシリーズでは複数のビデオテープが登場しますが、こちらはアマンダへ向けられたものとのことなので、ソー1にてアマンダがジグソーのゲームに参加させられた際、ルール説明を流した映像のビデオテープがアドオンとして登場したものと思われます。シリーズを通してみればさほど重要なアイテムではないはずなんですけど、死のゲームを宣告されたアマンダ自身にとっては忘れられないアイテムだったということなんでしょうね。遺言。これはソー5にてジョンの元妻ジルが弁護士から手渡された木箱になります。箱の中にはジョンがこの世を去る前にジルに託したソー6で行われるデスゲームの計画書と、そのゲームに参加させられるターゲットの封筒が6枚入っていました。これらを次世代のジグソーであるホフマン刑事に渡すジルでしたが、実は渡していたのは5枚だけで、6枚目の封筒は隠し持っていました。これは6枚目最後の封筒に入っていたターゲットが実はホフマン刑事であったため、元妻ジルはホフマン刑事へ逆トラバサミを使った死のゲームを行うことになるわけですね。重なり合うカミソリ刃。デザインは少し違いますが、これはおそらくソー2でアリソンという女性に用意された装置の一部と思われます。この装置はアクリルケースの下に手を入れる穴が2つ開いており、そこから手を入れ解毒剤の入った注射器を取ることができれば命が助かるというゲームでした。ただし穴には何枚もの刃が設置されており、この刃が弁のような役割をしておりまして、入れるのは簡単でも抜くときには皮膚に刺さってしまうという構造になっていました。冷静に片方ずつ腕を入れれば腕を引き抜くことはできたはずですが、正常な判断能力を失っていたアディソンは両腕を入れてしまい、残念ながらゲームに失敗、死亡してしまったと思われます。感光性毒物。ソーシリーズでは体に毒物を注入されるというのはおなじみの流れなので、果たしてどの毒物のことを指しているのか判断が難しいところですが、おそらくソー1でマークという男性の体に打たれた毒物であると思われます。マークに仕掛けられたゲームは事前に感光性の毒物を打たれた状態からスタート、全身に可燃性の液体を塗られた状態で暗闇の中、1本の短いろうそくを使い壁に書かれた数字の中から正しい番号を見つけ出し、時間内に金庫の中の解毒剤を手に入れるという内容でした。しかし床にはガラスの破片が撒き散らかされている上、短いろうそくという不安定な状態からろうそくの火が体に引火、マークは焼け死んでしまいました。ちなみに感光性とはどういう意味かと言いますと、薬の効く速度には速効性、感光性、遅効性という違いがあり、速効性は体に入るとすぐに効き目が出ますが、遅効性は効果が出るまでにだいたい8時間ぐらいの、かなりの時間がかかってしまうものですね。なので感光性はその中間、打ってすぐ効くわけではないけれど少し時間がかかる、時間で言うと 2,3 時間ぐらいを指した言葉のようですね。改造タイマー。これはアドオンのイラストを見る限りアマンダの逆トラバサミに取り付けられていたタイマーがアドオンとして登場したものと思われます。ただシリーズを通してタイマーが改造されていたっていう描写はなかったと思うので、厳密に言えばデッドバイデイライトのオリジナルのアイテムと言えるかもしれませんね。ジグソーのスケッチ。
ジグソーであるジョンが描いた逆トラバサミの設計図です。作中では設計図らしき紙がちらっと映るシーンはありますが、デッドバイデイライトのマップギデオン食肉工場では割とはっきり確認することができますね。アマンダの秘密。ソー3にて登場したアイテムで、アマンダの寝室に置かれた黒い色の箱になります。中には消毒液や包帯、メスなど簡単な医療器具が入っており、アマンダはこれらの道具で自らの体に傷をつける、いわゆる自傷行為を日常的に行っていました。しかし自らの命を粗末に扱う行為はジョンの教えに反していたため、バレないように箱を隠し、傷をつける場所も太ももの内側など衣服で隠せる場所に限定していたようです。ルールセットナンバー2。カセットテープはジグソーのゲームのルール説明で毎回登場するソーシリーズを代表するアイテムなので、一体どのルールセットがアドオンとして登場したのか判断が難しいところですが、おそらくアマンダに関係するものである可能性が高いことと、ナンバー2という名前からも隠されたもう一つのルールが存在していたソー3のアイテムと思われます。ソー3では医者のリンという女性が末期がんで余命の短いジョンをゲームが終わるまで延命させることというルールのもとをゲームに参加させられます。その際、誰かを生かそうとする意思が試されるとジョンから説明があるのですが、これは実際にはリンに向けられた言葉ではなく、アマンダへ向けられた言葉でした。これまでにアマンダが仕掛けたゲームは実は全て人を殺すための細工がされており、生き残った人は一人もいません。そこでジョンはアマンダに人を生かすことができるのかという試験を極秘裏に行っていたわけですね。そうとは知らないアマンダは物語のラストシーンで医者のリンに向かい発砲。それが引き金となりアマンダ自身も死んでしまうことになりました。つまりアマンダはジグソーとしての試験に失敗、ゲームオーバーとなってしまったわけですね。アマンダへの手紙。こちらもソー3の終盤に登場したアイテムで、ホフマン刑事からアマンダに送られた手紙です。手紙にはジョンの妻ジルが流産することになった原因はアマンダにも責任があり、言う通りにしなければそのことをジョンにバラすという内容が書かれていて、手紙というよりはいわゆる脅迫状でした。そして手紙に書かれていた脅迫の命令とは、医者のリンを殺害すること。つまりアマンダがリンに発砲したのは 100% 自分の意思というわけではなく、脅迫されていたことが関係していたわけですね。アマンダはジョンを崇拝していたので、自分がジョンの息子の死に関わっているとバレればもう一緒にいることはできなくなってしまうという気持ちを断ち切ることができず、最後は発砲しルールを破ってしまったことで死んでしまったわけですね。以上がアドオンの元ネタ解説になります。今回ご紹介していないアドオンに関しては、作中では明確に登場していないデッドバイデイライトオリジナルのアイテムとなっています。それではマップ解説の前にオファリング、ジグソーパズルのピースについてお話をしていきましょう。まずこのジグソーパズルのピースは本物のピースではなくて、ピースの形に切り取られた人間の皮膚の一部分です。ジョンはゲームに失敗した相手の皮膚の一部を漏れなくピース状に切り取って自身の犯行をアピールしていました。これは死体をジグソーパズルに見立て、人間にとって本来必要な生存本能のピースが欠如しているとして、皮膚をピース状に切り取り持ち去るという意図があります。警察はそんなジョンの犯行から犯人をジグソーと呼ぶようになり、ジョン自身は自分のことをジグソーと名乗ったことは一度もありませんでした。それではマップギデオン食肉工場について解説をいたします。まずギデオン食肉工場は初代ジグソーであるジョン・クレイマーが設計を手掛けた建物でして、後に生まれる息子につける予定だったギデオンという名前をこの建物にもつけていました。それだけこの名前が気に入っていたわけですね。しかし事故で子供が生まれる前に亡くなってしまったことから、この食肉工場を殺人ゲームの舞台にしてしまうことを決意、悲劇的な死が繰り返されてしまう場所となりました。それではマップ内の各部屋について詳しくお話をしていきましょう。まずバスルームについてです。初代ソーを代表する場所であり、シリーズで何度も登場する白いタイル張りのバスルームです。ソー1では部屋の両端でそれぞれ男性が足を鎖でつながれ、ここから出るには足をノコギリで切断するしかないのではという究極の選択を迫られるわけですね。ただこの部屋って実は原作では起こっていない不思議なことがいろいろ起こっていまして、まず一つ目の疑問がこの部屋にある3つの死体についてですね。ソーのシリーズを通してこのバスルームで死んだ、もしくは死んだ可能性のある人物は計3人で、デッドバイデイライトのこの部屋には
3つの死体が置かれています。まあ、これだけ聞くと何にもおかしくないじゃないかと感じると思うんですけど、1人死んでいるはずのない人物がここに混ざっているんですよね。それがこの青い上着に黒いパンツの死体、ゴードン医師ですね。ゴードン医師はソー1のラストで自分の足を切り落とした後、このバスルームから脱出し生還、シリーズを通して実は裏でジグソーの協力者として暗躍をしていました。つまりこのバスルームで死んでいるはずのない人物なんですよね。そうなるとなぜここにゴードン医師の死体があるのか、そして残り2人の死体は一体誰なのかすら分からなくなってくるわけですよね。そして2つ目に疑問なのが、部屋の中には切断された足が2つあるということです。本来足を切断してこの部屋から脱出したのは医者のゴードンのみのはずなので、足は1つしかないはずなんですけど、一体バスタブ側にあるもう1つの死体っていうのは誰の足なんでしょうか。切断された足という、まあ、重要なアイテムを間違えてデッドバイデイライトの開発が2つ置いちゃいましたなんてさすがにないと思いますし、かといってソーシリーズでゴードン医師以外にこんな風に足を切断できる人っていないと思うので、このあたりちょっと皆さんの考察などあればぜひコメントなどいただけると嬉しいです。ちなみにこのバスルームがギデオン食肉工場の中にあるのはゲーム上の都合によるものであって、本来この部屋は食肉工場の中にある部屋ではありません。それでは次にジグソーの作業場についてです。ソー3と4で登場したギデオン食肉工場にあるジグソーの作業場です。まずは監視モニター室。ソー3で行われたジェフのゲームを監視するためのモニターが多数設置されていますね。作中だとこの部屋ってほとんど映らないんですけど、少ない情報量でそれっぽく再現してあるのがすごいと思います。そしてお次は拉致道具の保管場所。主に豚のマスクやロープなどゲームの被験者となる相手を襲って拉致するための道具が保管されている場所ですね。そしてこちらはアマンダの寝室。寝たきりで動けないジョンの看病やゲームの内容を監視するためにアマンダはここで寝泊まりをしていたわけですね。アマンダの秘密というアドオンにもなっている箱もこの寝室の中に置かれていました。これらの各部屋の配置は原作をそのまんま再現しているので、バスルームに続いてこちらもソーシリーズのファンの方からするとかなり楽しめるスポットになっていると思いますね。お次は冷却室についてです。ソー3で登場したこの部屋は同じくギデオン食肉工場の中にあり、ダニカ・スコットという名前の女性が全裸で拘束されています。この冷却室のゲームでは定期的にこの女性の体に水を浴びせられる中で、女性が凍死してしまう前にパイプの奥にぶら下がった鍵を取ることができれば彼女を助けられるというゲームだったんですけど、この金属パイプは温度が冷たすぎて皮膚が触れるとくっついて取れなくなってしまうので、助けようとしたジェフは頬の肉が大きく剥がれてしまうという代償を支払うことになってしまいました。ちなみにデッドバイデイライトでは豚がたくさん釣られているこの部屋ですが、作中ではこの部屋には豚は1匹も釣られていませんでした。では次はタンクと焼却炉のある部屋についてです。こちらもソー3で登場した装置で、作中ではハルディンという男性がタンクの底に拘束をされていました。時間の経過とともにフックに釣られた豚が1頭ずつ運ばれてきて、隣にある機械で粉砕、流れ出た腐った豚の体液でタンクが徐々に満たされていき、最後は溺死してしまうという構造になっていました。これを解除するには近くにあるこの焼却炉のスイッチを入れ、大切な家族の遺品をすべて燃やし、そこから出てくる鍵を使う必要がありました。では最後にこちらの貼り付け台のような装置についてお話をしていきます。この装置の名前は歯車といい、ティモシー・ヤングという男性が拘束をされていました。これがどういうふうに動くかといいますと、まず拘束された右腕がゆっくりと回転、体の限界を超えてもその回転は止まらず、骨を完全にへし折ったところでやっと回転がストップします。しかしその直後に左腕の回転が始まり、それが終わると右足、そして左足、最後に首をへし折ってしまうという恐ろしい装置になっています。この装置を解除するためにはショットガンの入ったケースから鍵を手に入れる必要があるのですが、ミスをすれば自分が死んでしまう可能性があり、拘束された被験者の命を助けるために自らの命を犠牲にする覚悟があるのかと問われる内容になっていました。デッドバイデイライトではショットガンのケースは設置されていませんでしたが、こちらの歯車自体はかなり精巧に再現されていますね。ちなみにソーというシリーズにおいて名前がきちんとついている装置
ていうのはかなり珍しいので、ジョンのお気に入り具合がわかりますね。さて、いかがでしたでしょうか。総コラボの元ネタ解説は以上になります。ピックを使う際にアドオンを選んだり、マップギデオン食肉工場に当たった時なんかにデッドバイデイライトをより楽しんでプレイしていただければ嬉しいですね。本当はストーリーなんかも解説しようかなと思ったんですけど、ソウのストーリーはもう複雑に絡み合っている上にたくさんの人物が登場するので、中途半端にお話ししても混乱させてしまうんじゃないかなということで、今回は割愛させていただきました。これまでには他のコラボ作品の元ネタ解説動画なんかも投稿しておりますので、よければそちらも見ていただけると嬉しいです。ということで今回の動画はこの辺で。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではさよなら。バイバイ。